川生動物は生物分類において動物界の一部を構成する赤いの一つ。横井の動物を意味し、早い段階で動物の多くと進化上分岐したと考えられている。川生動物は肉眼で見える大きさがあり、細胞の分化が見られるという点で、原生動物とは異なる。また、明確な組織や器官を持たない点で、真の多細胞動物とも異なる。 現存するガ河生動物は海面などを含む海面動物門のみである。専門ひらむし一種のみで構成される平板動物門についてはガ河生動物に含める考えとアグノタスアカイに含める考えとがある。海面類は現在約5000種が属し、うち約150種は炭水産である。妖精のうちは浮遊生活を行い、 成熟すると固着生活を行う。海面類は明瞭に多細胞であり、動物的ではあるが、消化器系や神経系など他の多細胞動物に見られる機関系の多くを書いており、一般的な動物の構造とは様々な点で異なっている。対称性のない形状をしており、その他の動物が何らかの対称性を持っているのとは形状をことにしている。そのために、 これを動物の進化の初期に横道に逸れたものというのが、この名の由来である。エリ細胞の類似点から、海面動物はエリ弁網中との直接的な関係を指摘されてきたが、この進化の過程を構成動物とは異なる、別系統とみなす論もあった。ありがとうございます。